それじゃあ戦いにも？はい、4、5回ほど。でもお話しするようなことはあまり。私はプログラムされたこと以外ペラペラ喋るのは苦手ですし、それに戦争には興味ありませんので。これは一体何なんだ？なんか挟まってるみたいだけど、宇宙船にいた時何か。助けて、オビワンケノービ、あなただけが頼りです。なんだいこれ。返事しろ。これってどういうことなんだ。助けて、オビワンケノービ、あなただけが頼りです。助けて、オビワンケノービ、あなただけが頼りです。何でもないそうです。手違いで古いデータが出ただけ。気になさらないでください。誰なんだ。綺麗な人だな。私もよくは存じ上げないんですが、一緒の宇宙船に乗っていらしたお客様の一人で、かなり身分のあるお方らしく、コルトン船長が映像は他にもあるのか。正直にお答えしろ。錯覚しだてなんかしない。おい、この人新しいご主人様なんだぞ。助けて、オビワンケノービ。こいつが申しますには、自分の主人はこの近くに住むオビワンケノービで、映像は主人へのメッセージであると、まあそう言ってるんですが、何のことやら。前の主人はコルトン船長でしたし、時々こいつは論理回路をおかしくしてありもしないことを言い出すんです。オビワンケノービってベンケノービのことかな。こいつの言ってるたわごと信用なさるんですか。いや、オビワンなんて名前の人のことは知らないけど、ベン・ケノービーだったら砂漠の外れに住んでるちょっと変わった老人なんだ。助けて、オビワン・ケノービー。とにかくこの子はとても困ってるみたいだ。放っておけないよ。助けて、オビワン・行動回路を規制している制御ボルトってのがありますから、それを外せばメッセージの内容は最初から全部映るのではないかと思いますけど。ああ、そう、わかった。その制御ボルトっていうのは多分こいつじゃないかって思うんだ。よし、外れたぞ。おい、映像が消えちゃったじゃないか。早く戻すように言ってくれ。何やってるんだよ。早くしろ。ルーク様がお力になるって言ってくださってるんだぞ。ルーク、ルーク。あ、今行くよ、おばさん。どうもあいすいません。私めが何とかやってみますから。頼むよ。晩飯が済んだらすぐに戻ってくる。もう、なぜ出し惜しみしてあの方にお見せしないんだよ。五条春と嫌われるだけだぞ。そんなんなら俺も絶好だ。